我々の会社っていうのが創業してもう50年になるんですけれども、本社が長崎にありまして、長崎発祥の会社なんですけど、主に取り扱っているのが病院で使用される医療機器ですね。医療材料を取り扱っておりまして、ちっちゃいものでいくと注射器とか針とかですね、大型の機械でいくと MRI とか CT ですね。それをですねメーカーから仕入れて、お客様である病院さんへ販売をするというふうな形です。 ITI では年に1回各支店の社員が一堂に会し、経営方針についてのミーティングが行われます。本日の発表を聞き、一人一人が患者の職務方法をしっかりと捉え、その目標に向かって、また会議の後は社員の親睦を深めるための懇親会も行われ、今年は長崎支店が幹事を務めました。強いて言うならばですね、やっぱり協調性というのはやっぱり大事だと思います。組織の中で働く上でですね、やっぱりこう、自分で、いろんな物事を判断して、自分で考えて行動できると、そういった人が、我々が求めているというとちょっと大げさなんですけども、そういった方が望ましいんではないのかなというふうに思ってます。ITI 楽しいですよ。皆さんも ITI で働いてみませんか？